蓮舫さんの応援します。蓮舫さん、若い時の写真も出しています。ふぶきじゅんさんの愛が始まる時、1974年の歌、聞いてください。ある日なぜか言葉が歌い出すような、ある日黙っている時間がすっかり絵になるような、そんな気持ちの時ってあるでしょ？そしたら耳を澄ましてみればいいの。あるいは目を凝らしてみればいい。それは何の風景？あれは誰の思い出？それはいつの言葉かしら。ここはおしゃべりの小さな空間なの。蓮舫さんを応援しましょう。